アメリカ合衆国都市的地域の一覧では、アメリカ合衆国国勢調査局によって定義される都市的地域の一覧を示す。アメリカ合衆国本土の都市的地域の分布。以下は、アメリカ合衆国国勢調査局により、2000年の国勢調査の結果に基づいて定義されたアメリカ合衆国における都市的地域のリストである。表中の UA は人口が5万人を超える。 都市化地域、UC は人口が1万人を超え5万人に満たない都市クラスターを意味している。この一覧は人口が4万人を超える都市的地域を対象としている。1ニューヨーク州ニューヨーク2カリフォルニア州ロサンゼルス3イリノイ州シカゴ4ペンシルベニア州フィラデルフィア5フロリダ州マイアミ6テキサス州ダラス。 7マサチューセッツ州ボストン8ワシントン DC9 ミシガン州デトロイト10テキサス州ヒューストン11ジョージア州アトランタ12カリフォルニア州サンフランシスコ13アリゾナ州フェニックス14ワシントン州シアトル15カリフォルニア州サンディエゴ十6ミネソタ州ミネアポリス17ミズーリ州セントルイス18メリーランド州ボルチモア19フロリダ州タンパー20コロラド州デンバー日本語版2 記事のある都市へのリンクは日本語で表示している。州名の略号はアメリカ合衆国の州を参照。ありがとうございます。